がないです。あと一人あと一人。やばいどっちが社長出勤あー、最下位か最下位来るか最下位来るか最下や来やー、危ない。社長出勤ならず。しちゃうねー。十分、社長出勤。こわコア入れせず、秘書出勤くらい。まあ、俺社長やし。確かに。本物いる。本物。税金高すぎたから社長になった。正しいです、それが。はい。 確定申告の時だけ入れてくれーな。何にえ、法人にさせてくれ一回。確定申告の時だけ。<laughs> すぐ抜けるから。すぐ抜けるから。すぐ抜けるってやん。<laughs> 毎回倒産すんの。<laughs> あと一人か。ちょっと待って、ヤニス。税金払いたくない。わかる。でも昔それ言ったらめっちゃ怒られたわ。誰にんあのー、大人の人に税金払いたくないって言っガチ切れされた。<laughs> あなたがここまで生きてるのに何のお金使ったと思うのって「あ税金です」って言ってめっちゃ怒られた <laughs> 教育ママみたいなこと言ってくるやんジョ冗談で言ったつもりが結構ガチガチで怒られてちょっと怖かったでも笑らたくないでしょうんうん <laughs> み、びっくりしたもん髪着てえ しゃぶられてるって思った。本当に高いよね。でも。そうん。払いたくないとかはないけど、高すぎて萎える。なんか。生きてるだけで金がかかってしまって。<laughs> 生きてる。まあ、確かにな。ただでさえ金かかるんだよな。シンガポール行くか。うん、住民税。馬鹿すぎる。やばい。住民税。去年の分のしかかるから、マジできついよな。い、うん、やだ。 助けて法律事務所助けて見たくないよ髪鬱になるよ質問来てたって大丈夫かなやってくれるかなお父さんは税金は払わなくていいのか結論結論出してくれないかな質問来てた税金って絶対に払わなくていけないすか結論払わないといけない法律事務所払わなくていいよごせないか。 別段払わなくてはいけない。<laughs> <laughs> <laughs>